こんにちは。まあ歩きスマホって言葉があるじゃないですか。歩いてる間とか、あと食事中ですね、こうやって片手で食べながらハフハフ言いながらこっちでもスマホこうやってねやってる人とかいると思いますけども、電車乗ったらスマホ開けたりとかね。いや、それほどまでに、スマホ開けてやることってあるのかなと思うんですよ。まあ、私はその情報やインターネットの専門家としていますけども、一日のうちにほとんど使わないですよ。スマホも開かないし、まあどんな感じかな。まあ投資家として一日に数回ですね、価格のチェックをする、円ドルとか暗号通貨の価格チェックするってことはありますけども、それすら別に、しなくてもいいかなと思ってるんですよ。まあ、ですので私は1日24時間のうちにスマホを使う時間っていうのはね、1時間もないですよね。トータルで2、3秒見て終わりとかね。とりあえず人前でやることはないですね。人前ではずっと私はスマホすら出てこないです、テーブルの上とかに。要するにスマホは毎日使ってるけども、使ってる時間が極端に短いですね。それでも暮らしていけるっていうかね、その結局スマホっていうものを使って人生を効率よくしようとしてるわけなんですよ、人っていうのは。でも結局効率悪いんですよ、なぜかね。スマホを見なくちゃいけなくなったりとか、 LINE の通知が来たらいきなりこうやって開いたりとかね。じゃあその動作っていうのは今たった今この瞬間必要なんですかって、あなたの元には今すぐ必要な情報が届くほど大人物ですかってことなんですよ。どんだけ忙しいんだと、ね、トランプ大統領忙しいんですかと、バイデン大統領忙しいんですか、菅総理より忙しいんですか、あなたはそれほどの大人物ですかって思うんですよ。と思ったら今捉えて今反応しなくちゃいけないものっていうのは私たちの人生にはほとんどないですよ。それこそね、ほっとけばいいことばっかりです。例えば電話がかかってきますよね。私電話基本的に出ません。そんなに私自分に用事があることがないんですよ。何にも起こんなくてもいいし、誰とも何もしなくてもいいんですよ。だから電話は出ないですよと。でも電話かけてくる人いるんですよね。で電話出るとやっぱりどうでもいいっていうかね、もう用事じゃないんですよ、それは。意味がないというね。でどっちにも意味がないんですよ、害しかないんですよ。だから電話ってのはまずはセンスのある人は使わない方がいいと思いますし、電話以上にスマホをやってる時間っていうのは意味がないですよね。何やってるんですかって話ですよね。なんですかね。でもまあこれ言うと誤解されるかもしれませんけども、その情報発信で生きていこうとするんだったら、もうね24時間びっちりインターネットやスマホに触れないといけない時はあります。でもずっとそれをやってるんだったら完全にあれですよね、今のリアルな仕事と一緒ですよ。どっかのお店に勤めに行って1日12時間とか勤務するじゃないですか。そしたら1日の大半をその店で過ごすことになりますよね。その店の環境、店とのやり取り、店の従業員さん、お客様、取引先様、そういう人に囲まれてもうびっちりと拘束されている状態です。でスマホでなんか自由な暮らしを送りたいな、インターネットでなんとかうまくやりたいなと思ってずっとやってるわけでしょ。同じやんみたいなね。いや、せめてインターネットのレバレッジとかを使うんだったら10分ぐらいで、1日10分ぐらいでね、で月収100万200万いけるようになりましたってところまで来たら、あ、それは上手にスマホを使いこなしてるねって、情報を使ってるねって話になりますけども、結局はそのどこに支配されてるかが変わるだけで、四六時中スマホいじってるとかね、四六時中パソコンの前に張り付いてるとか、四六時中なんかね、何かに使われてるとかね、結局一緒やんみたいななっちゃうんですよね。私はまあそうならないように、気をつけてるっていうかね、目指してるかなと。全てを今中断しても大丈夫な状態にしておくとかね。だからこう自由ってのは何かっていうと、朝起きて寝るまでやることねーみたいなね、もう極地の退屈だと思うんですよ。退屈の極地、やることねーみたいなね。だからこそ何か突発的に思いついたらすぐに行動できるんですよね。よし行こう、一緒よしやろうみたいなね。何にもやることないから、こうやってやることねえなーみたいなね。やることないんだけども LINE が入ってきたらほっとけみたいなね。こっちはやることがないっていう思考の時間にたどり着いたのに現実に戻さないでくれみたいな。どうせろくな用事じゃねえんだろうと思って見てみたら本当ろくな用事じゃないですね。いや、お前には用事があるだろうけどこっちにはないんだからさようならみたいなね。などだと思いますけどね。ということでね、スマホ依存という
ところからスマホばっかりいじってる人ってのは結局自由に慣れてない人なんですよね。で効率いいことやってるような気になってるんですよ。立ちが悪いですよ。これが効率悪いからそうやってずっと見てるんですよ。一日に1回2回見るか見ないか、あのなんかローランドさんっていうね有名な方がホストでいるらしいんですけども、スマホを使う時間を制限してるらしいんですよ。それこそね箱に入れてロックするらしいんですよ。もう毎日何時以降は使わないとか言ってね、スマホを箱に入れてロックしても、完全にもうスマホから何が起こようと何をしようとも自分の時間を確保してるんですよね。いやまあ私はそれに近いですね。うん、もうスマホ出したら負けみたいなねとこまで言ってますよね。うん、私ですらそんな必要な情報は届いてないと思ってます。だその分やるときにはガーッとね、返信動画も一発取り上げますけどね。例えば30分ぐらいで必要な返信全部するみたいな、そのぐらい自分の作業スピードをスマホのスピード情報のスピードに合わせていかないと、結局は自分がトロ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 やってたらずっとスマホが必要になっちゃうみたいなことになると思うんですね。うん、まあ、だからねスマホで暮らす、インターネットで暮らす、情報で暮らすってことはその情報をきちんと扱い切っていて自分の人生を引っ張り回されてないってことなのかなと思います。だから常時スマホを触ってるようだともうこれは素人ですよ完全に。それではダメだなと思いますね。ということで今回は以上でございます。まあこれもプロの道というか、ね、黒取れる道ですかね。